近田誉レは北海道文化放送の社員で元アナウンサー。よく誉レやコンコルドと呼ばれる愛知県豊川市出身。明治大学卒業後日本短波放送入社。競馬中継などを担当した後、1991年に北海道文化放送へ移籍。同局では主にスポーツ実況を担当していた。2009年10月。 スポーツ部に移籍し2010年1月24日、放送のブバイジャンプラージヒルで初のプロデューサーを担当。愛称はコンコルドホマレ。ダジャレが趣味。大学時代は競争部に所属していた。FNS 系列で放送されるマラソン、駅伝中継では中継者実況やバイクリポーター等を務めた。北海道文化放送を制作局として放送される。 北海道マラソンではメイン実況を務め2009年10月のスポーツ部移籍後も引き続き担当し、2012年以降はプロデューサーを担当している。近田自身もニューヨークシティマラソンに数度参加し、いずれも完走している。北海道マラソン以外、ハット ABC 近田ホマレプロフィール北海道文化放送 AB 北海道マラソン2019。 今日も宝さん橋郎ろうさん、みよう北海道新聞長官2019年8月25日長官20面ありがとうございます